の写真だけでみんなの心を癒すことができる秘宝をお届けしたいと思います。何があったかと言いますと、いやこれは小よりじゃないんですよ。画像が届いたんですが、で昨日ね、ちょっと小よりスライムトラップを作るためにスライムチャンクを特定したくて、スライムが湧く範囲内というのをこう特定したくて、クラタンがログインをしていて、で誰か一人入ってくれてると自分がね、インアウトを繰り返すことでデスポーンをさせることができるので、スライムを沸かせることが可能になるんですね。僕がいると楽だったら、これからご飯食べるかな、ちょっと放置するよみたいな。でその前に小百合、食事がなくなったんで一回ラボ帰ってたんですよ。でラボ帰った時にカナタンがね、ちょっと見かけてついてきてくれてて、ラボに来てくれていて、をこのラボ内でしていたのですが、もうこよりもそれも全然気にしてなくて、おそらくですねクリーパーが湧いて、でうちの入り口アレイが勝手に開けるんですよね、扉を。何やれ至れり尽くせり。あ、そうそう、かなどこってさ、びっくりした、アレイちゃんだろ今の。ねえびっくりしたんだけど、やめてよ。で放置しているカナタンの目の前で爆発したんじゃないかと、いやあれやばいかなとは思ってたんだけどさ、あれアレイくんがここでずっと感圧板をふみふみしてやってるの。しかもここにね、マグマ取りに行くのめんどくさいから自分で作っちゃおうと思って、マグマをこう作る、大量発生させることができるマグマ装置みたいなの作っといたんですよ。6時50分ぐらいに今日起きたんですけど、で、あ、なんかカナタンから連絡来てると思って見たら、なんか戻ってきたらこんなになってたみたいな、ごめんみたいな言ってくれてたんだけど、いや ごめんじゃないです、ありがとうございますみたいな、起きてしまったことは仕方ないでもこれどうしようあ、これねカナタンはね大丈夫みたい。そうよかったわ、確かにカナタンが全ロスしてなくて よかった。なんてことしてくれていた、カーッツ、わーわー、あー先輩ここにいたんですね、探したんですよ。かわいいコヨが先輩のために頑張って手作りしたバレンタインチョコレートです。え、変なものは入れてないかって、もう先輩のバカで、バカ、変態、うるさい、もう知らない、知らない、バカ、変態、ド M だね、ユア、変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアン